耳から学ぶセイクレッドスター理論編第4章宇宙の断りとアセンションバイトート危機物語。私はトートです。人々に不変なるもの真理を与え宇宙の法則を理解せしめる法則性から断りの集約体へとあなた方の意識を覚醒させる、つまりアセンションの役割を持ったものとしてこのトートがおります。人の意識を覚醒させるというのは魂の素養あるいは熟練度、経験、覚醒度によっても認識度によっても全く変わってゆきます。すべてにおいては平等ではないのですけれども、しかし誰にも可能性はあるということをお伝えしたいと思っています。人々は魂の覚醒を目指して日々努力していると思います。それは私がユダヤの聖典であるカバラを通して伝えてきた通りでございます。意識の段階には3つの道がある。快楽の道、瞬間の道、中庸の道。どれを取るか、それは魂それぞれの選択に任せられております。それはあなた自身が決めてきたこと、あなた自身の魂の好みというか選択の結果でそうなることなのですけれども、人々はそれを他のせいにしてしまい悪運となろうと、それは自分自身の意識の反映、選択の反映であるにもかかわらず他に責任転嫁をする。そこに様々なネガティブ要因の発生がこの地球上に起こっております。すべては自分自身の内面から発生させたネガティブであることを悟らずして、そのネガティブ要因のみをこの地球上に蓄積させ、ますますネガティブ環境を作り出してしまう。非常に人の癖というのは哀れなものです。なぜ地を集約し断りの極限を目指さないのか。皆意識が作り出す感情の同様に歪みを作り歪みを作り、この意識空間にあらゆるネガティブ要因を振りまいているのです。感情から超越せよと私は何度も申してきました。この感情を超越することが覚醒の第一歩となるのです。人々は苦難は経験となり魂の糧になると信じております。しかしその苦の道を選んだがゆえに、この地上に苦を生み出した要因となったことをよく知ってほしいと思うのです。人々の選択の結果がこのような苦を選ぶ道を作り上げてしまったということを。本来は覚醒への道、それは思考の世界へつながる上昇性を秘めたものであるべきなのです。私トートとしては下降の道はたどってほしくないのです。人々はなぜ苦を求めるのか。そろそろ苦を選ぶ癖をやめにしてはいかがでしょうか。楽を選び快楽の道、そして最終的には中庸の道を進むことができるのです。その方が覚醒の近道であること。なぜ苦を選ぶのか、そろそろ魂の癖を断ち切ってはいかがでしょうか。ただそれだけでいいのです。周囲の環境に感情を振り回されるのではなく、知恵の集大成、それが理に集約されたもの、その中に至福の境地があることを知ってほしいのです。至福とはあなた方が夢見る聖域、セイクレッドスターなのです。このセイクレッドスターを目標にされ、光を見失わないで常に上の方を目指してほしいのです。それも真北に輝く北極星の遥か遥か彼方の星、セイクレッドスター、それを新たな目標に定めてほしいのです。あなた方はあらゆるカルマや煩悩、感情の囚われから解放され、宇宙と一体となった断りの世界へ還元されていくということ、そこにアセンションがあることを知ってほしいのです。人間であるがゆえに作り出す感情の歪み歪みを取り去り、天性で培われてしまったカルマの汚れをすべて脱ぎ払い、新たなる魂でもってこのセイクレッドスターを目指してほしいのです。アセンションを目指すとはあなた方の魂のアセンションを指すのです。肉体のアセンションはあなた方の死後自動的に起こります。
人々は何を求め、何のために生きるのか。その疑問を探し求めて、さまよえる、さりとて、望みあり。迷える羊であろうとも、生きる光を持ち続ける羊なればこそ、生きる力与えられしものなり。地球を上昇させよ。上なるものの上を求めよ。さらなる上を求めよ。そこに光あり。目指せよ、セイクレッドスター。ここに、そなたらの希望あり。この地球に、多くの魂ありしといえども、覚醒に至れし、魂、微塵のごとし。これ、宇宙の嘆きなり。人々よ、いち早く覚醒せよ。そなたらの魂、光を放て。光明を抱けし、光の松明保持者となるべし。率先せよ。多くの人を、覚醒への道へと導くため。それのみが、唯一、宇宙への嘆きを緩和するものなり。すべて一つなり。すべてのすべて、その中に、そなたらの魂を委ね、人々を包み込め。意志あるところに、実りあり。意志なきところには、実りなし。この原因結果の法則をよく知るべし。本来は、宇宙全体に遍満せしもの。すべてを生かし、調和と寛容の心を持ち、中庸かつ何事にも偏りなく、あるがままの姿を容認する。その中であなた方が選択すべし道は、人々への愛と寛容、それだけである。美というのは宇宙の美。美と感じる魂あるところ、宇宙の美とともに感動を覚えるものあり。感動を覚えよ。そこに美あり。美と感動、共に磨かれよ。ありてあるもの、それはそなた自身。そなた自身の意識、ありてあるもの。ゆえに宇宙あり。心から湧き出る魂の感動と美を放て。新しき宇宙空間とは、そなたらが作り出す新たなる空間に過ぎないということ。すべては、あなた方の脳機能の反応結果に過ぎないということ。人々は、その中に、新たなる光明を見出し、新たなる意識空間を、フロンティア精神をもって創造していくこと。それが、今生まれていることの全ての意味であることを、再認識してほしいのです。すべては、創造主、創造主たちが集まりし、この空間は、創造主の集約体。新たなる空間を創造し、新たなる意識空間を創造するも、そなたらの働きの結果であること認識すべし。人々はなぜ苦しむのか、なぜ悲しむのか、思い煩うのは、そなたらの魂の癖であることを認識したとき、そなたらの魂の性癖は、自己の意志により転換、変更できるということを知るべし。人の世は循環の法則。循環あるがゆえに、そなたらの生存、認められしものなり。ゆえに、循環に逆らうな。波に乗る。全体の流れに乗るということ。無理に逆らうのではないということを、書生の手法として、ここに伝えたり。タオの思想とは、もともと、宇宙文明、宇宙意識の繁栄そのものなり。宇宙より飛来し、竜の意識と、鳳凰の意識の集約体そのものが落下せしむる大陸。それを、中華大陸、中に咲いた花。この精神を伝えるもの、その根源にある意識体、それが、中華精神の真髄そのものなり。その時は、レムリア期よりも、さらに、遥か彼方の過去のこと。時の流れゆえに、意識の変遷、避けられず、複雑時に渡る意識のるつぼと化し、大きな分離の時を迎えし時、それが、アトランティスとムーの源になりしなり。地球を、二極分極の世界にせしむるものなり。人々の意識は、二極分割の二元論の世界に支配され、長い時を、長い試練を迎えることになる。この試練の中に、善と悪、正と義、悪と横島、二つの対極の中から、何を優位に持つか、力であるか、権力であるか、金であるか、名誉であるか、何を、崇高なものに求めるものか、
人は物質的な繁栄のみを目指し苦難の道を歩むなり、さりとて物質極限は避けられず破壊をもたらす時を迎えしなり、それがかの地球大変動ポールシフトという地球極性の転換により、あらゆる文明人々を、すべてのものはそなたらの意識の中に次元転換され、埋没したもうものなり、そなたらの深い意識の中に眠りし、ムーとアトランティスの教訓を生かし、同じ過ちを犯すべきことなきよう心しておけ。古代から伝わりし、中庸の心を思い出し、自然界のバランスとはいかなるものであるか、そなたらの日々の生活の中に、すべてのヒントあり、再認識せよ。人は、心の中に抱きし、本来の真珠のごとき魂を、さらに磨きをかけ、錬磨し、純粋透明な光に変えるべき道があることを、再認識せよ。神は、自分の姿に似せて人を作られし、ということをご存知だと思います。まさに、その通り、宇宙全体の創造は、あなた方、人と、全く同じような意識構造を持っているということ。それだからこそ、あなた方の意識、いかようによっても、宇宙は作り変えられ、また、宇宙もその中にある小宇宙に影響することができる。同じ体の中に共存共栄しているものである。大部分から一部分、一部から大部分、そのような全体と部分、部分と全体、この二極性の中で共存共栄を果たしていく。そこに全ての成長を目指す。これが全体への貢献とつながり、さらなる全体は進化するということ。成長し膨らんで、また別の全体と結びつく。その可能性も秘め、新たなる宇宙を創造するために、あなた方の意識は全てに貢献しているということを自覚してほしいのです。人々は生きるという疑問を、なぜというところに焦点を当て、なぜ生きているのか、何の人生であるか、皆分からずに歩んでいるのではないでしょうか。しかし、この闇の中にある人の人生の中で、暗中模索しながら光の原石を集め、その原石を磨き、自分の懐にしまっておく。それがあなたの優しさ、心の輝きとなって、あなたの人生は光り輝くものへと変わっていくのです。希望と愛と光と勇気、そして心の中の原石、宇宙の星、目標となるべきもの、聖なる星、セイクレッドスターを目指してください。それが唯一の希望なのです。